三枚のプレスのか方が、この間に現れる選手をインサイドアウトが出てくのか、上田が抑えるのか決めてないから、ね。うわ、最悪。最悪です。<laughs> いや、一人少ない相手にあそこつけられないですよね、普通。まあね。公開されてる練習だとボール回しのところばっかり言ってるけどね。実際必要なのは前からのプレスのデザインですからね。ただ、ななみさんが自分のチーム出てきてるの見たことないから。だから上田を中盤の 選手を背中で見るみたいな、そこいらないですよね、相手一人少ないから。抜かせる方向を決めないまま足揃えて寄ってっちゃってたから、相手のレベル高かったら森下かわされてそうでしたね。そこで谷口開いた、これ森下上がってく、三笘入る、そうこの3でこれでどんどんテンポよく回したいですね。ちょっとこんなサッカー楽しんでるときに、ちょっと北朝鮮ミサイル発射するのやめてほしいな。